プレーオフ出場圏内の4位につける徳島ヴォルティス。ここまで8勝5敗8敗と全くの五分の15位、横浜 FC をホームに迎えての一戦。徳島はスコアレスドローに終わった前節の水戸戦から1人変更、柴崎に代わって斉藤大輔が4試合ぶりの出場。対する横浜 FC はメンバーを大きく変更、内田智也は9試合ぶり、永井雄一郎と佐藤健介は4試合ぶり、前節 PK を決めた竹岡は2試合ぶりのスタメンです。まずはホーム7戦負けなしの徳島に決定機。22分、宮崎が細かいタッチのドリブルから裏に抜け出した大崎へ、大崎が角度のないところからシュートしますが、ここは古巣相手のペスンジンが間一髪でクリア。続く26分も徳島、大崎がグラウンダーのシュートで狙っていきます。一方の横浜 FC は41分、ようやくセットプレーからのチャンス、高知のフリーキックからペスンジンがゴールに迫りますが、斉藤大輔にクリアされます。両チーム無得点で迎えた後半、右サイドに流れた永井のクロスから内田が技ありシュート。51分アウェーの横浜 FC が先制します。ようやくスコアが動いたゲーム、58分には徳島福本と横浜 FC 佐藤健介が熱くなる場面。池内主審は両選手にイエローカードを提示します。まずは同点にしたい徳島は82分、途中出場の那須川が津田からのリターンをもらって、最後はアレックス、さらにポストの跳ね返りから再びアレックス。ペナルティエリア内で高知に倒されたとして徳島は PK を獲得します。キッカーはもちろんこの男、エース津田。これが昇格争いを戦うプレッシャーというものなのか、今シーズン PK を3本決めている津田が外してしまいます。徳島に残された後半アディショナルタイム、ロングボールから途中出場のドグラスが抜け出します。しかしシュートは力なく、試合は1対0で終了。徳島がホームで横浜 FC に足元を救われました。はい、そして徳島ですけれども、残念ながら、勝ち点は取れませんでしたけれども、これで、横浜 FC は6戦負けなしなんですよね。すごく好調を維持していると。ここへ来て、じわりじわりと。じわりじわりと来てるんですよね。相手にとったら嫌な相手になりますね、これは。うまくね、永井選手が。これでも、このゴールが素晴らしい。素晴らしいですよね。一回前にステップ踏んで、はい、でバックステップでちょっと下がってコントロールしてシュートなので、でこのバックステップ踏んだときに、多分このシュートコースっていうのをうまく作ったんですよね。そこであのサイドネットですから、前にディフェンスがいたので一回引いてこっちにコントロールしてるからうまいよね。うまい、あと長井のドリブルからのクロスってあれはもうまさしく長井ですね。長井選手はよく見ますよ ね。見る。そしてあのかなり気持ちの入った PK でしたけども、津田選手あれは惜しかったですけどね、すごい気持ちは伝わりましたけどもね、思い切って行きましたけど、すごい2つ当たってる、バーとポストみたいな、なんか弾道がなんか変じゃない？あ、あっちか、逆ついたんだ、キーパーのね。つきましたね。球の勢いがすごすぎてどういう球の飛び方したのか分からなかった今。まあまあでもあの徳島は勝ち60ですから、まあ今好調ですから、うん、このまま維持してもらいたいなと。全体的にはね、いいサッカーできてますからね。はい、そうですよね。はい。この後は。